本校では、イギリス軍の C4I システムについて扱う。イギリス軍は、アメリカ軍と並んで、北、大西洋条約機構の中核的な軍事力であり、また、海外領土での作戦行動も想定されることから、C4I 化には多大な努力を払ってきた。1998年7月に公表された戦略防衛見直しにおいて、各軍における、 C4I 化の統合方針が策定され、これに基づいて C4I システムの開発、配備が進められている。イギリス軍は全軍共通の戦略級 C4I システムとして JOX を配備している。JOX は湾岸戦争の経験から開始された j c c 計画の下で開発された。1995年から1996年に行われた パイロットフェーズにおいては、イングランドハートフォードシャーのノースウッド司令部内に常設統合司令部を構築することが最重点とされた。1997年から2002年のフェーズ2で、ジョックスは総合的な C4i システムとして実用段階に移行した。1999年からはより拡大されたフェーズ3が運用されており、これはアメリカ軍の 半地球式統制システムにほぼ相当するものである。トリミンガムのレーダーサイト、キャッチの一環をなす。他国と同様、イギリス軍においても、作戦級システムは、軍種別に異なるものが配備されている。FBMS イギリス陸軍の機関的な作戦級、C4I システムとして、軍団から旅団までの海底において、兵力運用を統制するもので、 アミガン線域通通信信システムを通信基盤として使用するこれは1998年に策定された陸上戦闘空間デジタル化管理計画第1段階の中核的な施策として進められているものであり、1999年より緊急展開部隊を皮切りに各部隊への配備が進められている。 RNCSS 詳細は、イギリス海軍の C4I システム作戦級システムを参照イギリス海軍の機関的な作戦級 C4I システムで、スカイネット衛星通信システムを通信基盤として使用する。キャッチ、EN、ラインズマン、メディエータも参照イギリス本土防空のための GC シ,システムであり、イギリス空軍の機関的な作戦級、戦術級、 C4i システムとして機能している。航空自衛隊の自動警戒管制組織を端緒とするヒューズ射製アッチシステムの系譜に属しており、直接的には北大西洋条約機構が欧州正面に配備しているナッチシステムに準拠したものとなっている。イギリス陸軍では機関的な戦術級 C4i システムとして BGBMS の配備を進めている。これは 陸上戦闘空間デジタル化管理計画第2段階の一環として開発され、軍、大体以下の海底で使用されるものであり、アメリカ陸軍の FBCB2 システム、陸上自衛隊の機関連帯式統制システムに、ほぼ匹敵するものである。BGBMS は、通信基盤として、防輪戦術無線通信システムを使用する。これは、 従来使われてきたクランスマンを代替する三軍共通の地上作戦用戦術無線通信システムであり、アメリカ軍の統合戦術無線システムと同様、高換性及び相互運用性に優れたものである。2004年に行われた旅団規模での運用試験を経て順次に配備が進められている。詳細は、 イギリス海軍の C4I システム戦術級システムを参照イギリス海軍では国産の戦術情報処理装置と戦術データリンクによるネットワークシステムを運用してきた。戦術情報処理装置駆逐艦,艦以上の艦艇においては ADA、ADOS がフリゲートにおいてはカイズ、CAX、SSCS シリーズが搭載されている。 戦術データリンク1960年代後半よりリンク10が標準的なデータリンクとして運用されてきたが現在リンク16によって段階的に更新されつつある。ボーイングセントリーへ他国と同様 GC システムであるキャジーシステムが戦術級 C4I システムの役目も兼ねることとなっている。また空中において 戦術 C4i システムの中核となるものとして、ボーイングセントリー駅が運用されている。なお、従来よりキャッチで用いられてきた戦術データリンクは、他国の同級システムと同様に、死対空のリンクであったが、90年代より改良型データモデムが作戦機に導入されており、これを航空無線機と連接することで、アイフディルなど、作戦機関でのデータリンクが可能となっている。 また、より高性能のデータリンク端末である統合戦術情報伝達システムや多機能情報伝達システムも作戦機に導入されつつあり、これにより、より概要量で、相互運用性にも優れたリンク16の運用が順次に開始されている。ありがとうございます。